26聖人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかった全てのことに感謝を持って殉教という死の形を受け入れていた。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄る。1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。1597年2月5日、豊臣秀吉の命により、長崎で日本26聖人が殉教しました。その日本26聖人の殉教を記念する集会が行われます。この殉教は、日本のキリスト教史における重要な出来事であり、彼らの信仰を通じて、現代を生きる私たちにも、神様が語っておられることがあります。私たち TLEA はこの殉教を通し、神様が語っておられることがあると導きを受けて、1997年以降毎年聖会を開催してきました。現在は実際に26人が殉教した西坂の丘で集会を行っています。そして2024年2月5日にも長崎殉教記念聖会が行われます。今回神様からの特別な恵みにより日本を代表する大和カルバリーチャペルの大川嗣道先生が主講師としてお越しになります。長崎殉教記念聖会は2024年2月5日月曜日に開催されます。昼の部は13時30分から西坂の丘にて、夜の部は18時30分から長崎原爆資料館ホールにて、昼の部、夜の部ともにインターネットでもライブ配信を行います。ぜひご参加ください。